ラルフワルドエマーソン超絶主義は、1820年代後半から1830年代にかけてアメリカ東部で発展した哲学運動である。超越主義とも言う。英語ではトランセダリズム、トランセンデンタリズムと言い、乗り越えるを意味するトランセンドという語に由来する。1830年代半ば頃から1860年頃に、 かけアメリカ合衆国ニューイングランド地方のユニテリアン派の中より、ラルフワルド・エマーソンやヘンリー・デイビッド・ソローラによってロマン主義運動、思想が行われた。これは、1836年9月8日、ボストンに超絶クラブが設立されたことが発端とされる。同年の評論、ネイチャーにおいて、アメリカのラルフワルド・エマーソンは、この超絶主義を世に打ち出した。 超絶主義は客観的な経験論よりも主観的な直感を強調する。その中核は人間に内在する善と自然への信頼である。一方、社会とその制度が個人の純粋さを破壊しており、人々は本当に自立して独立、独歩の時に最高の状態にあるとする。ヘンリー・デイビッド・ソロー、ありがとうございます。